るはずです。浜田先生、じゃあ尾身会長の最近のご発言と粗利補償についてお伺いできればと思います。オリンピックをやるかやらないかに関してはですね、各個人の意見があると思いますので、尾身会長がそれについて発言されたというのは、それはそれでいいのかなと思います。確かに立場上重い発言ではあると思いますけれど、その点は考えなきゃいけないとは思っております。オリンピックについては、基本的にはもうやってもいいんじゃないかなとは思ってますし、実際プロ野球とか、J リーグとかやってるわけですから、やるかやらないかの、選択があるとすれば、やる方向で進めて、それやるという目標があるからこそですね、現在、コロナに対してワクチン接種を急ピッチで進めていたりということがあると思いますので、そういう目標があるという意味ではオリンピックというのは、あってもいいんじゃないかなと思います。次に、藤井先生のお話でした。はい、粗利補償ですね。日本政府のことについて、財政出動は結構それなりにやってるんじゃないかなという印象なので、それをさらにどうしていくのかということについては、ちょっとすぐには結論出しにくい難しい問題ではあるかなと思います。あとそうですね、個人的にはね、財政出動にはいろんな意味があると思うんですけれど、確かに金使うという意味もあると思うんですけど、私はどちらかというと、税金を下げてっていう方がいいかなと思います。私はそのスタンスで。税金は例えば法人税、所得税だと どう考えて、基本的に全ての税金を下げる方法で進めるべきかと思います。なんだかんだでですね、官僚の方っていうのは、自分の支配力を高めるために、月を見れば税金を上げたがる、そういう方々だと思いますので、政治家というのは基本的にはもう全ての税金を下げる方法で進めるべきだと思いますので、私はいろいろと意見はあると思いますが、金持ちであれ何であれ全ての税金は下げていく方法で進めるべきと考えています。じゃあ立花さん、尾身会長のご発言と、粗利補償、いわゆる損失企業への補填補償についてどうお考えか、認定をお願いします。尾身さんってお医者さんですよね、やめてくれって言うしかない立場でしょうから、でもお寿司とか食べに行ったりするその感じでしょう。おそらくだから公の口で言うことと、実際やることって違うんで、中村さんみたいになんかやってくれそうだなって期待は持ってるんですけど、というのは僕も NHK 時代に長野オリンピックに出ました。スタッフに夜ナイターの好きじゃダメよ、言っときながら僕が率先してやってましたから、だって口で言うこととやること違うっていうことを、なんか尾身さんにも見せてほしいなと思ってます。なんかどっか飯食いに行ってはしゃいでるところを週刊誌に撮ってもらえたら面白いんじゃないかと思いますけどいやもうお医者さん分かってると思いますよ、さすがにそんな大してコロナって大したことないが分かってると思うんですけど、ただオリンピックをやめた方がいいって言った方がいいっていう感じなんでしょうね。僕はなんか小池さんがオリンピックをやめるって言い出すことを楽しみに待ってるんですけどね、オリンピックですからそんな感じです。こんなもう合理的な理由とか関係ないです。もう政治的にやるやらないで駆け引きになってると思ってるんで、小池さんの、知事の6月1日の施政方針というんですかね、そこでメディアは注目してたのが、ひょっとしたら五輪返上を言い出すんじゃないかと。で、サプライズがあったとしたら、代々木公園のパブリックビューイングをワクチンに変えるっていう、それだけでしたね。またでも、ずっと二階さんってやってるんじゃないですか、いわゆる僕はもう次の選挙、小池さんが、自民党は小池さんで戦いたいと思ってる人大勢いると思っていて、でも小池さんもそれ分かってるから、オリンピックについてイエスノーってはっきり言わないわけで、どっかで自分が自民党で出れない
みたいなところになったら、うん、オリンピックやめるっていうことを言い出して、うん、また人気を取って次の衆議院選挙に備えるんじゃないかな、うん、あれぐらい、まあ、完全に政治の政争の具っていうかね、うん、オリンピック化されてるかなとは思っています。だから尾身さんっていう人が何言ったってあんまり変わらないと思いますね、うん、あとは荒利保証に関しては、うん、まあ最初の頃は僕もこれで良かったと思うんですけどね、うん、去年の段階で、うん、あの最初 の, あの緊急事態宣言出た党の経済停滞してる時に対しては、うん、実質上の荒利をちゃんと保証してやれと思ってましたけど、うん、もう今の状況になると荒利保証よりも経済はとにかく回して、うん、で病院にコロナ感染した人にお金を給付する、うん、その方がよっぽど経済的にはあのもう各自の判断ですよね、うん、だから病院に行けなかった人には1日いくら、より行きたくても行けない人には1日いくらの保険金、うん、でコロナで亡くなった方には保険金みたいな形にしないと、うん、こんなのもう MMT だろうなんであろうか、うん、経済止まってるんだから、うん、そこに税金どんどん注入していったら、うん、すぐ破綻しますよ、うん、それぐらいあの大転換を求めなきゃいけないとは僕は個人的にはそう思ってますけどね、うん、はい。